させていただきます。久留米ゴスペルクラブのスピーカーです。デイサービスや施設などで歌わせていただいています。心を込めて賛美します。聴いてください。歌っていただきましょう。スピカで真実の愛、トゥルーラブ。あなたが抱えてるどんな傷もそのまま受け止めて愛してくよ。その涙も痛みもすべてを私の愛で包み癒そう。愛されるために頑張らなくていい。
ありがとうございました。それでは講評を伊勢明原誠さんお願いいたします。はい、ありがとうございました。予選はこの歌だったんだっけ、予選もこの歌だったんだっけ、あのっけな、すごく良くなった。予選の時はどうなっちゃったんだろうと思ったんだけど全然良かったです。それで、特にあやさんのキーボードとトシヤ君のギターが二人の歌を壊さないで二人の歌を助ける非常にバックでした。それがとっても良かったです。それで、一人一人の賛美はとっても良かったです。ただ二人になった時に1、まあやさんもちょっと入ったからあれなんだけど、まあ二人だけに集中すれば1たす1が2なんだよね。でも本来二人で歌うと1たす1は2じゃないんだよ。3にも4にも5にも10にもなるんだよね。で絶対二人で歌ってて全然悪くない、いいんだけど、せっかく二人で歌う時はそれが2じゃなくて3にも4にも5にも十分なれるから、そこをね求めてほしいと思います。それと、愛されるために頑張らなくていい、あなたはそのままありのままで私はあなたを愛し続けようってね、ここがすごく大事なところだと思うんだけど、うーんと思ったんだけど、最後に、お姉さんは、リサさんですね、リサさんが一人で歌った時すごい良かった、はいはい、でそしてその後一緒に歌った時もとっても良かった。そこまでのその前に2回ぐらい歌ってるよね、その時はそれがちょっと弱かった、伝わって、これすごく大事なのになって、ね、とても上手いんだけれどもグッと入ってこないんだよね。だから最後は本当に良かった。だからもちろん最後に決めるためにあえてさらっと歌ったのか知らないけども、あれをもっと前から出して最後はもっと強くそれを迫っていければ、たくさんの人がこの歌で癒されると思います。そして本当にその言葉が心に残って神様に出会う人はいると思いますので、はい、予選から比べたら10倍良かったです。どうもありがとうございました。